2番人気のリバティアイランドは、勝ったイクイノックスから4馬身差の2着でした。リバティも十分怪物だけど、イクイノックスはとんでもない怪物だった。4キロサールからリバティ有利だと思った自分を殴りたい。2着は確保してくれたのでオッケーです。かかってましたね。現時点では相手にならなかった。それだけイクイノックスは強すぎた。イクイノックスをマークしてたが最後は突き放されたね。最後はスタミナ切れたがなんとか2着は確保。川田ふざけんな、って言いたいけど普通だった。枠の差がなければスターズオンアースに負けてたな。来年はマイル路線行くの？マイル路線行かなくてもイクイノックスが引退するなら現役最強馬だよ。この馬がいっぱいになったとこ初めて見たわ。デアリングタクト級。レイベンスティールとかブレッツァとかの方が強い。2着でも2億、エンゲット。マイルチャンピオンシップ1着より賞金高いんだな。ジャパンカップ3着がマイルチャンピオンシップ1着と同じ額だね。イクイノックスが引退した来年は無双できる。2着、リバティアイランド。川田優が騎手。素晴らしい走りをしてくれましたが、世界一はさすがに世界一だと思いました。強かったです。リバティにとって素晴らしい経験ができたと思います。